それで自己紹介を発言者3人ですが、自己紹介をしていただいて、お話に入りたいと思います。私は今日はですね、原発被害者訴訟の原告団全国連絡会というのがありまして、私その共同代表をやってます村田博といいます。南相馬市の小高区から横浜に避難しています。今日はどうもありがとうございます。私は福島原発事故の被害者団体で作っております、私ども普通被団連と呼んでいるのですが、そこの団体の幹事をしております。で、私は福島県田村市からの避難者です。今東京で、損害賠償の裁判をやっておりまして、その原告団として被団連に加入しております。よろしくお願いします。名前を忘れました。熊本美和子と言います。よろしくお願いします。皆さんどうもこんにちは。中手誠一と言います。私は避難の権利を求める全国避難者の会の共同代表をしております。この全国避難者の会はですね、一昨年10月に結成されたんですけれども、避難された原発事故で避難をした個人が参加するそういう団体です。いわゆる避難指示を受けた強制避難といわれるようなものが避難指示を受けたか否かを問わず、また福島県内外を問わず参加していただけると、避難者であればどなたでもということで全国組織としてですね、おととし10月に結成いたしました。これまで日本政府との交渉などいくつか活動をやってきておりました。今回その被害者団体の一つとしてですね、今日の記者会見も参加させていただくということで参りました。福島県の福島市で私は原発事故のように被災しまして、現在は札幌市に移住して生活しております。よろしくお願いします。それでは まずこちら側からですね、お伝えしたいことをそれぞれ3人が分担して、1人分弱ぐらいでご説明して、その後でご質問を受けてお答えするという形で進めたいと思います。よろしくお願いします。大きく分けてですね、原発被害者の今の置かれている状態、もうあと 3週間ぐらいで、区域外の人たちは住宅を切られる、それで今避難指示を受けている方々も、帰還困難区域を除いては、避難指示が解除されて、いわゆる自主避難扱いになるという大変大きな節目を迎えておりまして、その段階で現状被害者がどういう状態に置かれているのか、どういう問題があるのかというのがまず第一点です。それと第二点目としてはですね、こういう状況が一昨年の福島県知事による災害救助法の適用打ち切りという住宅適用打ち切りという問題から始まっておりまして、その辺を被害者団体がこれまで福島県国と交渉を重ねてきたんですが、なかなか進展しないという状況を踏まえての経過を第二点としてご説明したい。それと現状置かれているその被害者の状況は本当に、その人権上許されるのか、国際規範上許されるのかみたいなことについて、3点目としてご説明するということで、それぞれ分担してまずご説明します。じゃあ熊本さんの、それでは現状についてお話をいたします。で、現在も避難生活を強いられているのは約8万人おります。で、その8万人の被害者に、避難指示の解除とか、あるいは損害賠償の打ち切りとか、住宅の無償提供打ち切りという政府の強行実施が今迫っておりまして、
中でもその1万2500世帯3万2000人余りの被害者はです、避難者はこの3月末で住宅の無償提供を打ち切られます。で、住まいの確保と新たな経済的な負担に迫られております。で、その多くはですね、放射能の健康被害を避けようと子どもたちを連れて県外に避難した母子母子とかですね、あるいはその親戚や知人を頼って避難したお年寄りなのですね。で、これらの人々は日本政府による避難指示区域外からの避難者であるために自主避難者と呼ばれています。で、このような人たちがですね、受けている賠償というのは非常に少なくって、で、避難生活を支える唯一の命綱である住宅の提供を打ち切られることによって帰還か困窮かの二者択一を迫られているという現状にあります。で、この、住宅の無償提供というのは災害救助法に基づくものです。で、災害救助法はもともと自然の災害の対応のために作られた法律であるのですけれども、今までその避難先が広域に及ぶということはめったにないことでした。で、ところがですね、福島の原発事故によって避難している人は全国に及んでいます。で、その避難先で公共住宅を提供しているのは避難先の自治体です。しかし住宅の提供継続を決めるのは福島県であるという通達が2013年の4月に出されました。それから復興加速化方針というのが2015年の6月12日に閣議決定されています。で、そこでは帰還困難区域を除く全ての避難指示を2017年の3月末で解除し、その1年後に賠償を打ち切るというものでした。その3日後の2015年の6月15日に福島県知事が2017年3月末つまりもうすぐですが、そこで区域外避難者への住宅の無償提供を打ち切るということを発表いたしました。で、その後になって、つまりその県がそういった方針を発表した後になって、福島県は住まいに関する意向調査というのを対象となる1万2436世帯に行ったのです。で、回答が7067世帯うち県外が3453世帯だったのですが、その 77.7% は2017年4月以降の住まいが決まっていないと回答しました。で、私たち被害者の団体は住宅の無償提供継続、それから一人も路頭に迷わせないということを掲げまして、福島県や避難先自治体、それから国と交渉を何度も何度も続けてまいりました。しかし何ら実現することなく現在を迎えてしまいました。で、災害救助法はもともと自然の災害への対応をのために作られた法律であるのですけれども、原子力災害というのは長期的な対応を必要とします。で、セシウム137の半減期は30年です。で、未だ廃炉の工程も見えないし、メルトダウンした燃料がどこにあるのかさえ確かめることができないという現状にあります。で、子ども被災者支援法第9条では移動先の住宅の確保に関する施策というのは国の責務であるということが定められているにもかかわらず、国は子ども被災者支援法に基づく支援対象避難者の公営住宅の入居についてという一遍の通達を出したのみです。で、公営住宅法には収入要件や世帯要件など縛りがあります。で、それでは全ての原発事故の
避難者、被害者を救うことができません。しかも出されている策というのがほとんど有償なんですね。で、無償であることでやっとその生活ができている人々で、その人々が今悲鳴を上げています。で、例えばですね、一つの例を挙げたいと思いますが、これは雇用促進住宅の人に送られてきた紙です。赤い紙です。何が書かれているかというと、これは意向確認書です。で、雇用促進住宅の雇用促進住宅に入っている人がやはり福島はまだとっても戻らないと、それでその、母子でやっとその、お母さんがパートに出てやっと生活をしている人が有償ではとてもその生活ができないということで、福島県とか雇用促進住宅の管理者の団体だとか、そういったところに無償で継続をしてくださいというその申請書を出したが、全部返送されてきました。それで受けてもらっていないのですね。で、その結果としてこの意向確認書というのが送られてきました。ここは有償で継続するか、それとも出ていくか、どちらかを選べということなんです。そして、無償の定期対応契約がなくて入居を継続した場合には、そして退去しない、退去された退去をしないという椅子があるということをした人にはですね、無償提供期間終了日の翌日から不法占拠となって、で、損害金の支払いと明け渡しの請求をする手続きを取らせていただきますと、そういう通告が来ているのです。で、本当に、子供を連れて避難しているお母さんというのは子供を被爆させたくない、そういう思いがとても強いんです。で、そういったような生活の困窮、もし戻ったらやっぱり子供を被爆させてしまうのではないか、そういう心配をして、そしてこういうことになっているのですね。で、それをですね、出てけというのは一体どういうことなのでしょうか。で、私たちは原発の避難者としての対応を求めている。で、その生活の困窮者としての対応ばっかりじゃなくって、原発事故の責任をどういうふうに考えているのか、で、そういったことをきちんとした対応を取っていただきたい。で、私たちはですね、原発事故について何らの責任があるわけではありません。で、そのような私たちがどうしてこのような窮状に陥らねばならないのでしょうか。そこのところをよくご理解いただきたいと思います。以上です。私の方からはですね、今熊本さんからお話しあったように、一応福島県知事が災害救助法の打ち切りということを決定する権限者だということで、一昨年の6月にそれを発表されたわけですけれども、それを受けてですね、私たちは基本的にこれは国の政策であるというふうに考えておりましたけれども、その前面に福島県が出すという形になっているものですから、中田さんたちの方は国を相手に主に交渉されてきました。私たち、被団連と訴訟団の全国連は主に、福島県を相手に交渉するというようなことをこの1年余り続けてまいりました。で、その経過を含めてちょっとご説明します。ともかくですね、今ご説明あったように災害救助法が適用されている限りはですね、住宅提供については避難先の都道府県が、責任を持って、面倒を見てですね、その費用を福島県に請求する、そしてその費用を福島県が国に請求するという形で、で、国はそれを東電に請求するという建前になっておりまして、ともかく無償で、提供される形になってたんですね。
で、その住宅に関して言うと大きく分けて、一つは公営住宅、県営とか市営支援住宅ですね、それがおよそ半分、残りがですね、民間賃貸住宅を借り上げて、仮設とみなすという、みなし仮設と、まあ、それが大雑把に言うと半分、という、まあ、構成で、進んできたわけですね。ところが福島県がその災害救助法を打ち切るにあたって、それまで国が責任を持ってやってきたその住宅について、今度は福島県が責任を持ってその支援策を作ると、でその支援策に置き換えるというのが、その打ち切り宣言と同時に出された話なんです。ところがその福島県がその災害救助法を打ち切りに伴う代わってやる支援策というのはどういうものかといいますと、そもそもこれ、一昨年15年の6月15日に打ち切りを宣言したわけですけども、地方知事がですね、その支援策の概要が発表されたのは12月の25日なんですよ、半年後です。そして、先ほど熊本さんのご説明あったその避難者の意向調査というのが行われたのは、さらにその後、昨年の、1月から2月にかけてと、こういう、流れだったんですね。要するにその、住宅支援を打ち切るのに代わって、本来であれば、その打ち切ると同時にそれに代わる対策についてですね、住民にの声を聞いて、まあ対策を説明して移行するというのが、まあ、普通の流れだと思うんですけれども、実際上は、まさに泥縄式にですね、もう半年後になってその、代わりの対策と称するものを発表するというような、それが、まあ、非常に象徴的なこの政策を表していると思うんです。で、問題はその中身なんですけれども、福島県が打ち出したその支援策というのは、これは非常に単純明快です。一つは、公営住宅については避難先の都道府県に確保をお願いすると、要するに避難者を受け入れている市町村が、公営住宅を確保してやってくださいということをお願いする。それと、民間賃貸住宅のみなし仮設についてはですね、これは福島県が責任を持って家賃補助をしましょうということなんですが、これには所得制限をつけています。で、当初所得制限、公営住宅 の貧困者に適用される15万8000円という所得制限をつけてたんですけども、それではあまりではないかということで、後にこれ21万4000円までその所得制限の枠を下げますけれども、ただこれでじゃあ実際どれだけのその被害者が救われるのかというと、これも福島県との交渉の中で明らかになった数字で言いますと、ざっと5000世帯がその民間借り上げで、その最初の15万8000円の所得制限で補助の対象になるのはおよそ1200世帯だと言ってました。で、その所得制限を今度21万4千にされたことによって、600世帯ぐらいが対象が増えますと。で、トータルで、その下げた条件でいって、1800世帯ぐらいがその家賃の補助の対象になると、こういう話なんですが、それでも全体の5000世帯のうち1800世帯がわずかにその、当初来年度3万円、次の年2万円というね、家賃補助は、家賃補助が出るという、ただそれだけの、内容なんですよね。それで、その最初の方の公営住宅の確保について言いますと、これは各都道府県がですね、本当にいろいろ苦労して、例えば山形とか北海道のようにあと2年間無償継続を提供するというようなことを本当に真剣に考えて対策を打ってくれてるところがありますけれども、まだ、その例えば東京都でいれば、300プラス100公営住宅を用意したと言いますが、実際上入れる人は200人足らずというような、神奈川県、私が避難している神奈川県なんかでも、
70の県営住宅を用意したけれども実際入ったのは18世帯みたいな、そういう状況が、あるわけですね。で、先日あの中津さんたちがあの、政府と交渉した際に、国の方がどのぐらいその公営住宅を隠しているのかということを今問いただしたところ、1200ぐらいを用意して実際に決まったのは680とかいうんでそういう数字がつい先月の20日の交渉で公表されるような状態なんですね。だから実際上どれだけその公営住宅だけとってもですね確保されているのかというのはまだ本当に分かってないのが、まあ、現実だと思います。で一方民間賃貸住宅に関して言うとですね、これはあの3月末で打ち切りという通告がされてまして、それ以降の交渉については個別交渉になるわけですね、家主さんとね。で、これの実態も非常に不明確でありまして、どれだけの人が4月以降 その契約更新になり新たにその住宅が確保されているかということはこれ本当に見えないんです。ただあの福島県はですね、どういうことを言ってるかというと、先月23日の福島県議会の本会議で、内堀知事は、ほぼ大多数の人の見通しがついているというようなことを、まあ、答弁してるんですね。それで局長が、あの段階で、まだ4月以降の住宅確保が決まってないのは250世帯だというようなことを、議会で言ってるんですけれども、その数字については全く裏付けが見えない。で例えば私の住んでる神奈川県で、先日つい3日前ですけれども、県の当局に、民間借り上げ住宅の人がどれだけ、その確保できているのかということを尋ねたんです。神奈川県の場合民間賃貸住宅が300弱ぐらいありますので、300世帯あります。そのうち、まだ決まってないのは55世帯であると、こういう、50世帯あるという、ことを言ってました。でそれがある意味では実態を表している数字じゃないかと思うんですよね。ということはあと3週間後に、先ほど あの、雇用促進なんかも含めてですけれども3週間後に迫った、その福島県国が言ってる住宅提供打ち切りを前にしてですね、どれだけの人が本当にうちが確保できているのか、それすらまだ見えない。ただ、国と福島県は、規定方針通り、3月末で打ち切りましたということにするということをこの段階でもまだ書いてないんです。で私たちもあの今度3月の24日に また改めて福島県と、7回目の交渉をしますけれども、私たちは少なくともですね、その住宅が、確保できる、それが最低条件、それができない状態でね、打ち切りということは断固認められないということをあのきっちり迫っていくつもりです。でもう一つ大きな問題はですね、あの福島県と交渉していて、その政策決定をした責任者である内堀知事がですね、我々被害者団体と一切その直接話をしようとしないんですよ。でこれはもう本当に今まで、一昨年からずっと直接話をしようということを要求してきましたが、つい先月の20日に、次回の交渉にも出ないという拒否回答がありましたので、やむを得ず私たちは公開質問状を作って昨日知事に、送りました。でそれがあの資料に付けてある公開質問状です。で私たちはあの調理に対して伺いたいことは山ほどあるわけです。でそのやっぱり一番大きな問題はその、被害当事者を抱えているその行政の長としてですね、その県民の被害者を切り捨てるようなことを、その 先端を担ぐようなことをですね、やっているのが現状ではないかと。でそれを改めない限りはですね、福島県に被害者は救われないということを、言い続けてきましたし、これからも言い続けていくつもりで、その
主だった疑問点を羅列して、彼に回答を求めていっております。で今日、4時からですね、日本企画クラブで内堀知事がですね、福島の復興の現状と課題ということで記者会見されるそうですけれども、私たちもその1時間前に外国特派員協会の記者クラブで、今お話しているようなことをですね、訴えて、分かっていただくということをやろうと思っています。いずれにしましても、あと3週間後に迫った一つの節目で、私たちは今の国福島県の進め方については全く納得できてないし、これを強行されれば必ず悲劇が起こるということを訴えていきたいと思っています。以上です。はい、では次に私の方からですね、日本政府の対応についてということで、主にお話をさせていただきたいと思うんですが、事故発生からですね、間もなく6年経とうとしているんですが、どうしてもですね、やはり、未だにやっぱりそもそも論的なところからお話をし始めないといけないというのは、本質的な問題は何も解決されていないというところがあるんですね。で、皆様とも何度も お気になったことがあるかもしれませんが、どうしてもこのことから触れていきたいと思います。そもそもですね、今のような事態を引き起こしている大元になっているのが、いわゆる20ミリシーベルト、被爆20ミリシーベルトまでですね、我々被害者に許容させようという、こういう政府の方針なんですね。本来公衆被爆の限度として、日本の法令上もですね、1ミリシーベルトという基準が別途あるわけなんですが、今回の事故に際して20ミリシーベルトと、年間20ミリシーベルトの被爆というのを基準に、避難などもすべて決定する、避難指示などのですね、基準もすべて決められているということが、これが原因で、いわば多数の自主避難者を生み出したわけでありますし、今避難指示解除の問題でもですね、新たな自主避難者と呼ぶかどうかは個別にしまして、新たな指示によらない避難者というのを生み出そうとして、ここが大元にあるということをまず強調しなければいけません。事故から6年近く経とうとしてまして、確かに避難者の生活も変わってきております。避難者ということでですね、一括りにお話しできることというのは確かにどんどん少なくなってきております。ただ一番最初にもうその述べられましたけれども、一人も路頭に迷わせないということを、これ私の口からももう一度訴えたいと思うんですね。というのは、私たちは誰一人自ら、喜んで避難した者などいないわけなんですね。原発事故によって避難を強いられたと、そういった避難を強いられた私たちの権利としての、保障を求めている、その中の一つが住宅の提供であると、これも先ほど述べたことも若干繰り返しになりますけれども、これまで災害救助法というですね、本来は原発事故避難者にしっかりとこうマッチした法律ではありませんが、しかし災害救助法というのはですね、最終的には人災であればその加害者、今回で言えば東京電力がその費用を負うと、国が東京電力に給付するという、そういう仕組みの中で我々住宅供与を受けていたわけです、受けているわけですね、今も。これが今度の3月末で打ち切られる予定ということは、つまり私たちが求めている住宅保障が打ち切られると、それに変わるといいますか、それに引き継がれる支援策と言われているものは、これは全く保障的な内容ではありません。まさに困窮者を救済するような形での支援策になっているんですね。こういった支援を必要とする人がもちろん6年経とうとして、数で言えば減っているというのは事実です。
私は札幌でですね、6人の避難者の仲間集まりまして、介護事業所を一緒に立ち上げ、今現在ですね、18人のスタッフ中3分の2、11人が避難者というような環境で働いておりますが、その11人の仲間たち見てもそれぞれであります。すでにこういう何て言いますかね、生活再建といったらいいですかね、を果たし、あるいは果たしつつあり、支援というのを必要なくてもですね、当面生活困らなくなってきているという仲間ももちろんたくさんいます。しかし一方でいわゆる母子避難といわれるですね、家族の中でお母さんと子供だけで札幌に避難されてきて、子供が時が経ってようやく小学校に入った、大きくなってきた、多少働けるようになってきたという仲間もいます。その人たちはですね、やはり非常に制約の中で生活再建をしようと、生活を成り立つような、自力で成り立つようなですね、努力をしているわけです。しかしまだまだやっぱり自助努力で叶うところにはいかないという仲間たちも多くいるわけなんですね。そういう中で一律にこの住宅の無償供与というのを打ち切るということは、困窮化もしくは被爆を容認して帰還すること、これを強いることになっていると、そう感じぜざるを得ないと。実際仲間の中にはですね、今回の住宅供与の打ち切りをもって帰還をするという、それは本意ではない帰還をするという決断をした者もいます。こういうことに迫られているというのが今の避難者の実情だということをどうぞご理解いただきたいと思います。国はですね、2012年の6月に成立しました、原発事故子ども被災者支援法の中でもですね、国の責務責任というのは認めているはずなんですが、実際には、この法律も棚ざらしのまま機能しない状態、今でもそういう状態であります。さらにはですね、私たちこれまで、3度日本政府と交渉してきたんですけれども、その自分たちの責任をあたかもですね、福島県の問題にすり替えて、ごまかそうとする、そういう態度に終始してるんですね。私冒頭の自己紹介でも申しましたが、避難者は福島県に居住していた人だけではありません。避難者もそうです。皆さんご存知の通りですね、原発事故の放射能汚染というのは福島県境を越えて、はるかに越えて広域に至っています。で、避難者も当然関東東北はじめですね、広い地域から避難者が出ております。しかし国はこの避難の問題を福島の問題というふうにすり替え、さらには自分たちの責務を福島県の責任というふうにすり替えるようなですね、回答しかずっとしておりません。そして避難者というものの定義すらしようとしないということをですね、これ何度交渉を繰り返しても変えないんですね。もう初めから一貫して自分たちは関わりがないとでも言うかのような態度を、これまで3回交渉を続けてきてもですね、変わりません。もちろん私たちも諦めることなくですね、これからも日本政府に働きかけていくつもりであります。今触れた20ミリシーベルトのこと、あるいは避難者の定義のことも含めてですね、7年目の事故から7年目も引き続き私たちは働きかけを続けていきたいというふうに思っているところです。私から以上になります。一応こちら側からの概略説明以上ですが、ご質問をお受けしたいと思います。すいません、
ありがとうございます。ザ・プレス・ジャパンの桜井真美です。問題が飛んでしまうかもしれないんですが、原発の避難者に関するいじめの問題なんですけども、今日の読売新聞の朝刊の一面に、原発福島のいじめに関しては22件であって、そのうち福島の原発の問題は、7件であるという一面トップで載っていたんですけど、その数字を聞いていかがでしょうか。で、2問目は、また一面の問題なんですが、横浜市のいじめの問題について、朝日新聞の、横浜版に、これからのいじめの解決策の一つとして、教員あるいはですね、教員を、福島県の環境創造センターに派遣するか、あるいは講師を呼ぶかという案がなされているんだそうです。まだ実は横浜市の中では具体的な解決策は見出せていないし、発表もされていないんですね。で、もう横浜市議会の中では、一人の市議会議員がですね、一生懸命追及しているんですけども、教育委員長がですね、質問に対して全く答えていないんですね。その点についていかがでしょうか。すいません、村田さんとか中田さんとかお願いします。私神奈川に避難してまして、横浜のいじめの問題も実を言うと私の避難先の近くの少年だったんです。それで私も当初から事情は伺ってたんですけども、何ともできなくて、ずるずると過ぎてしまったという反省を自分自身もしてます。で、そういうこともありまして、そのいじめの問題についてはですね、まず基本的に私は子どものいじめは大変辛いことだけれども、それだけに特定していじめという格好で取り上げられる、それだけに限定されることについてはずっと違和感を感じてます。これは避難者全体が、もっと大きな意味で言えばいじめにあってるわけでして、そういうその今の政策の中に放り出されてる避難者の一番弱いところが子どものいじめという格好で出てきてるんじゃないかと私自身は認めてます。それで、読売新聞は私残念ながら読んでませんけれども、たまたま昨日の NHK のニュースでですね、 NHK が独自に調査したところで、全国で55件でしたかね、なんかいじめがあったというようなことを発表されたりしてます。で、私も首都圏の主な訴訟団の口頭弁論なんかの傍聴をずっとやってますけども、そこでは本当に千葉とか群馬とか、東京神奈川を含めてですね、ほとんどのところでやっぱり子どもさんがいじめに遭ってるというようなことをね、やっぱり本当に意見陳述の中でお母さんが述べられてます。で、そういうことから言えば、その読売新聞の7件というのはどこまで捉えてるのかなという疑問を感じます。それとその横浜の関係ですけれども、本当に横浜の市の教育委員会が言ってることはもう逆立ちしてるっていうか、とても正面切って向かい合っているとは思いません。今ご指摘のような福島県の環境創造センターに研修に出すとかですね、副読本を、読ませるとか、これは中身を見ていただければ分かるんですけども、私も環境創造センターというところを見てきましたが、要するにもう100ミリ以下は安全ですよという旧来の、今ではもう本当に誰も信じてないようなことを堂々とその、教育にしていこうというようなことで、副読本も基本的にはそれと同じものです。で、それを今更ですね、その先生方にもう一回、そこを仕込めてやってどういう結果が出るんだろうと、大変逆立ちしてるし、現実を離れたことを考えてるんだなと思います。いじめすら、いじめと認めなかった、その体質はまだ改まってないなという印象を僕は持ってます。2つ目の質問の方から私は答えたいと思うんですが、全く同感です、村田さんと。の上でですね、このいじめ問題が発生した解決策として環境創造センター云々ということが検討されていると、こういうプロセスの中にですね、
いじめをいわば受けた、被害者の方の意見がどれだけ反映されているのかということ、これは今ちょっとテーマが違っていましたけれども、ずっと私たちがお話してきたことと全く同じ構造なんですよ。被害者である当事者、これがその解決に関わっていく、これが全く見られないんですよね。おそらく環境創造センター自体のですね、その中身質の問題もさることながら、被害当事者が参加して一緒に解決していこうとすれば、こんな案すらおそらく出ないはずです。根本的にそこが間違っているということを私からは指摘したいと思います。で、最初の質問ですが、奈良県というのは確かに氷山の一角であろうというような印象を持たざるを得ません。で、これまた村さんが言われたように、私もですね、これは広くですね、私たち原発事故の被害者が受けている、あるいはこれから受けるであろう差別のその一つの表れだろうというふうに私も捉えています。いじめ、学校内でのいじめということで、さまざまな問題が絡んでいると思います。確かに原発事故だけではない、今の学校教育そのものの問題であったりだとか、さまざまな問題が絡んでいるとしても、そのターゲットとしてですね、避難者のである子どもがいわば対象になったという、その私も報道で知っていることだけですけども、あの件に関しては、しかし全くその私たちが受けてきた差別と同じ構造の中で起きているな、あるいは偏見、私たちが受けてきた偏見と同じ、本質的に同じものがあそこから見えてくるなというふうに感じながら聞いていたところでした。IWJ の右です。無償住宅支援が打ち切られることで、自助努力ではまだ生活再建が難しい避難者の方の中にどんな大変な状況に追い込まれてしまうのかっていうのを、もし具体的な声とか例が あればより伝わりやすいと思うので教えていただければと思います。この間すごいびっくりした例がありまして、で国家公務員宿舎に避難していらっしゃる方なんですが、1日1食しか食べられていないっていうんですね。で、お子さんももう成人なさっている方が、2人いるんですけれども、その方たちも体の具合が悪くってきちんと働けないんだと。それで夫もなんか行方不明になっていて連絡がつかないという状態の中で、誰にも声を上げることができずに1日1食なんですって。それでとっても驚きまして、で多分保護を受けなければどうしようもないような状況なので、そちらの方に今つないでる途中です。僕らのところもですね、1月からその相談会みたいなものを支援団体と一緒にやってるんですけども、その中 で出てきた中で深刻なのはですね、やっぱり子どもさんを抱えている世帯で、例えば子どもさんがもう高校2年生になってると、でそういう人が民間賃貸住宅に入ってて3月末に出ろと言われてると。もう今その学校変わったりなんかすることはちょっと子供がね、今までいろんなことを乗り越えてきてようやっと前向きにその大学受験に向かっている時にそういうことはできない、それが一つと、もう一つはやっぱ経済的にね、パートで働いてるんだけども、子供の学費、これから大学に行く学費のことを考えたらね、それだけでも先の見通しが立たないのに、ここに来て例えば神奈川県で言えば民間賃貸で、親子2人で住むとしても最低8万円とか9万円の家賃がかかるわけですよね。それを払って、いけないというね、もうどう見てももう立ち往生状態のお母さんのお話も伺いました。でところがその家主さんの方は確たる理由を示さないまま
まあ、継続についてはちょっと遠慮させてほしいみたいなことをね言ってくる。でそれを県を通じて一方的に通告してくるみたいなことのにをやられてて、今本当に、どうしようかっつって解決が見え出せないでいるっていう方の例が一番深刻だと思いました。ですね、最終的にやはり困窮、経済的困窮という形で、今困難が降りかかるというケースがやっぱり多いは多いんですが、そこに至ってやはりプロセスとしてはですね、そもそもが例えば高齢であったりだとか、避難後の体調の変化であったりだとか、あるいはお子さんが小さいなどの環境であったりというものに加えてですね、今切られ打ち切られようとしている住宅提供がこれまでその1年1年の何て言いますかね、先延ばしになっていたということもあるんですね。毎年来年度終わるかもしれない、来年度終わるかもしれない、そのまた次の年の計画を立てられないような、生活再建のプロセスを自分で描けないような住宅の提供のされ方をしてきたというのも一つ大きいと思います。例えばですね、初めから、5年で打ち切られるだろうと、例えば非常に福島県や、日本政府に対して、信頼できないということで3年で打ち切られても大丈夫なように準備しよう、あるいは5年という計画を立てて準備しようというふうな、いわば中期的な生活再建策を立てられてきた人は割と一歩早くですね、経済的な自立というのにまたどり着きやすいんですが、来年どこに住んでいるかもわからない、その次の年など全くどうなっているか想像がつかないというのは、この1年を 先延ばしてやってきた支援策という結果、いよいよもう先延長しません、打ち切りますと分かったのが1年前、1年で数ヶ月前ですからね。そこからでは到底準備が間に合ってないというような人たちもにわかに対応できず、また困窮に陥る、あるいは困窮に陥ることを避けるために帰還しているというような現状があると思います。すみません、あと中田さんにもう一問質問なんですけど、20ミリシーベルトの問題が大元にあるっていうふうに先ほどおっしゃってましたけど、確かそれが決まったのが2011年の5月あたりじゃないかと思うんですね。で、文科省に行かれたり、関係省庁の方に福島の土を持ってきて外側カウンターで測ったりっていうことをされてましたけれども、まさかこんなに長い間この20ミリシーベルト基準っていうのが続くとはどこかで思ってなかったんじゃないかと思いますけれども、まあ、その20ミリシーベルト基準がここまで続いてるってことについてもう一度ちょっと改めてお気持ちを聞かせてください。はい、ですね、今言われたのは2011年4月19日に文科省が通知を出したですね、いわゆる子ども20ミリシーベルトの通知だと思うんです。学校施設の利用に関して子どもたちに年間20ミリシーベルトまでの被曝を容認するかのような通知が出たという件だと思います。実はこれは、8月ですから4ヶ月後には撤回されました、撤回させました。ただその間にですね、6月今度は経済産業省の方がですね、避難の基準として20ミリというのを打ち出してきたんですね。計画的避難区域というのを設定するにあたって、これがずっとですね、未だに変わらず20ミリシーベルト避難の基準ということの根拠になってきている。ですからまさかここまでというふうにおっしゃいましたけど、むしろ我々としてはですね、ようやく文科省の20ミリシーベルト、私たちの運動を通じて撤回させたのに、今度は経済産業省がということでずっとですね続いてきたと、ここまで続くと思わなかったというよりは、もうずっと20ミリシーベルトというのはですね、どこで決まったか分からないような数字なのが初めからもう壁のように立ち下がり、今もそれが私たちの前にあるという感じですかね。
ご存知のように、あの南相馬の避難回収地点の方々が20ミリ基準について、まあ、ここから今あの争って東京地裁でやってますけどもね、あのご存知のようにもこれは全く暫定的な話、事故直後の緊急事態においては100ミリから、まあ、20ミリまでの間というか ICRP の確保があって、その後復旧過程に入ったら、20ミリから、まあ、1ミリの間でという、それをですね、その100ミリから20ミリの時は一番あの加減で一番厳しい数値を取ったんだと言い、今度は復興の途中になると20あの1ミリは、まあ、あの目標、将来の目標であるというふうに置き換えちゃって、まさにその論理というか、あの前橋の論理をそのまま継続しているというのが現実だと思うんですね。ただあの本当にあの注目というか、あの思い起こしてほしいんだけど、福島第一原発の発生の時に出た緊急事態宣言というのは今でもまだ解除されてないんですよ。で本来なら、緊急事態、そこに矛盾があるんだけど、緊急事態解除されないならそこに帰れということはできないはずなのに、今帰れと言ってるわけでしょ。帰れっていうなら、緊急事態が解除されてなきゃいけないし、20ミリが1ミリに変わってなきゃいけないわけですよね。でその辺は全く実態を無視したまま20ミリだけが生き残っているということだと思います。もう一点はやっぱりあの20ミリっていうのは空中線量の話なんですね。で今一番問題になってきてるのはやっぱり表面線量、土壌線量がね、あのどれだけあるのかっていうのが実際戻って生活する場合には一番影響があるわけですよ。ところがそれは全くその物差しの上に乗ってこないという大変あの大きな問題があると思います。それであとは個人のガラスパッチで個人で管理しなさいと、言ってみれば放射線管理区域の中に帰って、ガラスパッチで自分がどれだけ受けるか、それを管理しながら暮らしなさいと言われているのは、まあ、20ミリシミルという現実だと思うんですよね。すみません、フリーの西中です。ですね、あの、まず、ですね、村田さんに伺いたいのが、今度3月、3月末から4月にかけてですね、あの、まあ、あの避難指示区域もあの、まあ、大半があの居住困難区域以外はですね、あのほとんど、まあ、まあ、あの解除されるということ で大高の場合は、もう去年の7月でしたか、あの解除されて以来ということだと思うんですが、その避難生活をされている方にとって、そのどういうあのこの避難解除がですね、あのどういうふうなあの影響があるのかということを、まあ、あのご自身の体験を踏まえてちょっとお話を伺いたいことが一点です。避難指示解除というのは実際避難者にとってはね、あのなんていうんですかね、その誤解招くと承知の上で言えば、何でもないんですよ。言ってみればと、いうのはその避難指示を解除したからって現状が変わってるわけでも何でもないわけですから、あの、事故の収束にしろ、その汚染状況にしろね、むしろそのフレコンバックの山見てもらえば分かるように、状況は全く変わってない中で、単にその政府が、責任を、まあ持ってた避難指示を解除する、もうここで得られるメリットはもう政府がその責任から解除されるということだけなんですね。だから私たちの被害者の方から見れば、もうこの解除ということの意味、実質的な意味というのは、変えるか変えないかという意味で言えばね、全くないと言った方があのいいと思うんです。その証拠に実際解除されてもほとんどの人は帰らないわけですよね。帰れないわけですよ。結局のところは避難指示解除はその国が、公に見える責任からあの逃れたい、逃れるという効果しか表さないんじゃない、あの表してないんじゃないかと僕はもう受け止めてます。生活に対する影響というのもすごくあると思うんですが、県内それから県外それぞれ違うとは思うんですけれども、この、まあ、半年と今半年以上経ちますけど、その影響みたいなものはどんなところに違うんでしょうか。
それはね、私も会場の時に帰って説明会で市長なんかに聞いたんですけども、どういう具体的な効果があるんですかって、そしたらですね、例えば桜井市長が答えてたのは、要するに避難指示を解除すればよそからの人も入れますよっていうことなんですよ。そうすると、自分たちの住民はまだ帰れないけども、例えば復興の作業をやるとか、そういう人たちを、招き入れて、多少なりともカバーしていきたいと、そういうメリットは確かにあると思うんですね。それが一つと、もう一つやっぱり解除されれば何とかしようという方々当然います。みんなそういう気持ちを持ってますから、少しずつはね、それを復興に向かっていくっていうね、効果はあると思うんです。ただそれはある程度条件が整ってからなら、それが意味があると思うんだけど、実際上はその条件がほとんど整ってない中での解除だから、なんていうんですかね、その避難者にとっての帰還とか本当の意味での復興につながる解除とは全く思いませんね。全然早いと思うんですよ。実態がないところで会長だけが進んでいるということだと私は受け止めています。全体にもう1点だけなんですが、すいません、まず住宅の問題も差し締まっていると思うんですが、当面は災害援助法でですね、これも運用を変えれば、札幌市とか北海道のような取り組みができる、各自治体でもできると思うんですけれども、それどういうふうに特に札幌市でごめんなさい、その北海道の事例、中田さんが一番お詳しいんじゃないかなと思うんですけれども、自治体がどうすればですね、最低限国がとか福島県が姿勢を改めるまで、一時的にですね、伸ばせていけるのか、住む期間を伸ばせていけるのか、災害援助法をどういうふうに運用すれば今の現状をですね、とりあえず維持できるというか、追い出しにかかるようなことにならないようにしたらいいのかっていう、特に自治体のその対応について一番何を今の時点でですね、求めたいかということを伺いたいんですが、札幌の場合は違うけどもって言ったら何を指して言われている、とりあえず平成30年まで無償提供というのが続くという公営住宅の場合ですかね。公営住宅の場合、公営住宅の場合と民間の住宅の差というのはもちろんあると思うんですが、そこちょっと誤解ないように一言だけ言いますけどね、それ公営住宅の話であって、今 その災害救助法の適用云々での、その民間借り上げなり、雇用促進住宅なりというところは、全国他の自治体と同じようにというところでありますね。はい。でまた北海道や札幌だけじゃなくて、公営住宅については延長というところは今次々と耳に入ってきているところです。はい。そんな中でですね、今 の質問の本旨の方ですけれども、繰り返しになりますが、本来はですね、これは自治体が支援して解決すべき問題ではないんですよ。くどいようですけれども、これはやっぱり我々被害者避難者の権利としてですね、国が責任を持って保障すべき、国東電が、加害者である国東電がしっかりと保障すべきものだというのが大前提に改めてお話ししますが、しかしそれが今後退し打ち切られようとしているという中で、こういった自治体がですね、実情は見るに見かねてです、皆さん、私なんか札幌ですから、これ東京まで行くの本当は大変、本当に非常に時間もですね大変なわけなんですけども、私に限らず避難者みんなですね、今自分が住んでいるところの自治体に、もう何度も何度も足を運んでお願いしてきたんですよ。これまで我々このままでは、大変困ってしまう人間がたくさん出てしまうんだと、国にもお願いしている、福島県にもお願いしているけれども、なかなか話が進まんのだと、このままでは、大変困ったことになるので、何とか助けてくれないかということを各住んでいる自治体に働きかけているわけなんですね。で自治体の方でもこれまで受け入れてきた経緯も踏まえてですね、見るに見かねて本当に国がもうこれ以上何もしない、助けない、福島県もここまでしかいわば救済しないというんであれば、これは放っておけないなということからですね、
今受け入れ先となっている自治体の、まあ、いわば独自の支援策というのが、次々とこう私たちの耳に入ってくるようになっている。でこれはとってもありがたいことです。まさに支援策なんですよね。おそらくこういった支援策を受けてですね、避難生活の継続あるいは生活再建に向けてのですね、時間を得るというようなことで助かる避難者たくさんいると思います。ただ一方でこれは非常に地域全国地域での格差を生んでいるという面もありましてね、必ずしも北海道札幌は優れているというふうに言えるかどうかはまだ全体像見えないから分かりませんが、確かにそういった継続的な支援策が全く受けられない地域というのも生み出しているという反面もあります。はい、私は東京に避難しておりますので東京の話をちょっとさせてください。で東京の場合はですね、公営住宅のつまり都営住宅ですけれども、都営住宅の、避難者向けの応募という募集というのがありまして、昨年の7月に200校、それから9月末に100校という300の、募集があったのですけれども、その結果確定した人は166世帯です。で717世帯、3月末で打ち切られる世帯があるのですけれども、たったそれだけです。で私どもも東京都に対して、どうにかその世帯要件だとか、それから収入要件を緩和してくれっていうお願いを何度も何度もしておりますけれども、現実は大変厳しくって、いまだにまだそれについての明確な回答がありません。で私は先ほども申し上げました通り、やはり国に対してこういうその原発の被災者に対の住宅についてのきちんとした法律が必要であるという具合に考えております。で今まさにその責任を放棄したことしか国はやっていない。でそこら辺のところをですね、きちんと追及しなければいけないのではないかというふうに考えております。神奈川県でもね、民間住宅に対して補助の1万円プラスをするということをやってくれたんですが、これも中津さん言われたように、本当に我々もうともかく何とか助けてくださいということでお願いして、それに応えていただいたという話なんですよ。だから全体から言えば本当にもう見るに見かねた部分に対して自治体がもうやれることを、最低限のことはやらなきゃねというところまで、来ているのが今の独自の支援策だと思うんですけど、その話をしているときにですね、やっぱりその、議員さんなんかはね、党の福島県は何してんだって必ずね言うんですよ。我々こんなにね限られた財政の中でね何かしようと思ってこんなに苦しんでるのに、党の福島県国は何してんだっつうんで、本当にね陰ではね怒りをあらわにするんですよね。それがやっぱり実態を表していると思いました。日本消費経済新聞と申します。被害者の方にちょっとお聞きしていいかどうかちょっと迷ったんですけれども、先週の土曜日に新宿でデモがありまして、それに行ったんですけれども、やっぱり都民の関心が非常に低まっていると、もうなんか終わったんじゃないかという、この辺というのはやっぱり国がそれなりのね宣伝をして、まあ、安倍さんがアンダーコントロールといってもう終わったかのような、それで、まあ、避難区域をどんどん解除していってる、だから、まあ、外面に終わったように見えてしまうんだけれども、実際に甲状腺がんなんかの場合は福島県を超えて患者がやっぱり今出てきてる状態で、本当は福島の問題ではなくって、もう関東全体、あるいはもう日本の国全体でこれどういう影響があるのかっていうのを見ていかなければ本当はならないんだと思うんですね。ただやっぱり実際的にその関心が低まってる、でもう終わったんじゃないのかって、まあ、さっき村田さんがおっしゃったように福島県は何をやってるんだっていうんではなくて、本当は国が何をやってるんだっていうこと
なんだと思うんですけれども、この辺をどういうふうにして、やっぱりあのウクライナの方だったと思うんですけど、まだ終わっていないと、チェルノブイリはまだ30年経っても終わっていないとおっしゃってるんでね、やっぱりまだ30年もかもっと100年かかかる問題だと思うんですが、この辺をやっぱりこう市民の中にもっと広げていかないと、あのオリンピックに負けてしまうというのが私は非常にあの危惧してるんですけれども、何をどうやってあのこの辺の運動をあのもっとこう広げていくべきなのか。で、私はやっぱりあのせっかく作った子ども被災者支援法にやっぱり息を吹き込んでいくことが本当はすごく大事なんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。全く同感です、はい、あのこれからね、運動のこう課題として何をどこにあのまた焦点を絞ってうんぬんというと、またいろいろこれからあの議論すべきことがあるとしても、私も全く同感です。で、一言付け加えると、非常にその原発事故の被害のことがですね、後継化する、まあ、背後に隠れていくということは、実はあのそのことが最初にご質問あったようなですね、差別の促進、いじめなどの顕在化というのにもまたあの影響を与えているということですね。つまり非常にもう亡くなったことにされていくことによって、どんどんそのマイノリティ化していって問題をですねより複雑にしていくという、そういう意味でやはりあの日本政府はじめですね、共生者の責任というのは大きいと思いますね。私たちがあのこれは手を緩めては絶対いけないというふうに思っているところです、はい。時間ですはあんまりありませんので、すみません、あの朝日新聞の福島総局の記者伊沢と申します。中手さんにちょっと避難の権利に関わることかもしれないのでお尋ねしたいんですけれども、まあ、県内ではその、まあ、避難できなかった人だったり、まあ、あのあらゆる事情で避難しなかった人が実際にいて、で、まあ、そういう人たちの、まあ、私普段福島に呼んで接していると、まあ、今回の打ち切りについてですね、なかなか厳しい意見を持っている方もいるんですよね。まあ、そういう現状について、まあ何ていうかね、そもそもまあ絶対的な基準で、避難するべきだったのに、そういう比較することによってそう思わざるを得ない状況というのは県民でいると思うんですけれども、こうなってしまった状況についてどう思われるかっていう。時間がないのは大変もって惜しい、あの最後にですね、あの本当は時間をかけてお答えしたような質問なんですが、ちょっと触りだけにさせていただきます。ですね、非常にありがたい質問でした。私たち避難の権利ということで、避難者の権利に限定して、この避難の権利を語るということは、そういう気は一切ないんですね。当然その被害を受け避難できないしない、こういう方々の権利としてもこの避難の権利をどう確立しているのか。例えば今福島はじめですね、汚染地の中で、未成年であり、お子さんであり、これから成長していくという方々にこそですね、本来避難の権利の確立というのは一番大事なことなんだと。で、今言われたように、じゃあ福島県内での、例えば大人たちの声はどうなのか、避難者に対する見方はどうなのか、非常に厳しいものがある。それはもうよくよくあの分かっています。で、このような分断がどのようにして これまで生み出されてきたのか、またこれも語り出せば長くなる話がありますが、まあ、しかしそういういわばこう分断圧力に、私たち福島人がこれからどうですね立ち向かって、この本当の意味での復興、今回の事故を受けて福島人たちがより一層ですね強くなる、良くなるためには何をしていったらいいか、これは共通の視点でですね、在住者、避難者ともに本当は語り合えるというところ、こういうところは本当は応援してほしいんですが、なかなかまあそういうところに目がいかない、むしろ分断を進めるような、政策圧力ばかりがですね目立つというのが非常に嘆かしいところでは、触りだけになって申し訳ありませんが以上にします。大変申し訳ありません。3時からあの、都会局の会見に上がってますので、ここで終わらせていただいてよろしいでしょうか。
じゃあ一回閉めて。